音っていうのは僕の中にあるその時の気持ちっていうのは、一番それが伝わる音色っていうことなんですけども、やっぱりいろいろやってくるとだんだんと自分が伝えたいことっていうのがね、こう決まってくるんですよね。もちろんライブをこう飽きないものにするためにこういろいろ広げたりとかね、バラエティに泊まってたりとか、自分でちょっと違う音を楽しむというのもあるけどね、やっぱり最後にどうしてもここ一発伝えたい。